長引く大雨の影響で浜松市天竜区の山間部では土砂崩れが起きました。一部に避難指示が出ています。避難指示が出たのは浜松市天竜区綿ヶ島の4世帯7人です。この地域では一昨日からの大雨の影響で土砂崩れが起きたと、昨日県土木管理事務所から浜松市に連絡がありました。浜松市によりますと。 一部ののの住宅に土砂がが流入したもけのの人はいないといなとうことですこの地域は休憩車地崩壊危険区域で土砂災害特別警戒区域にも指定されていて浜松市はきのうの夕方緊急避難所を開設しましたまた吊り橋川に氾濫の恐れがあるとして浜松市浜名区三日,日日地区の一部にも避難指示が出ています